さあ、試合の方行ってみましょう。ラウンド、最終ラウンドで上がったラウンド1。さあ、ローキも、本田側も、新しいアルクスで登場。さあ、勝利を使ったところに美味しいダメージ。一気にそんなにも減る。なるで。さあ、ゴーキ側を打ち攻めは、と、続きで来る。と、勝利が一発しか当たらずに、と、コツイグリの内容を狙おうとしたが、スカール。続きが当たり。さあ、あれ反応できないんですよね、なかなか。と、振り向き続き、渋い。さあ、いつの間にか体力がピンチな、ゴーキ側。さあ、そこからここそこ、竜巻。さあ、ダイヤス攻め、大き攻め。と、いったところで、これは、当たらない。さあ、逃げる人間には成功したが、ラウンドを取る THR さんのホンダ。さあラウンド2。さあこのまま波に乗って優勝するか THR さんのホンダ、はたまたそこから逆転するかリュウチンさんの動き。さあ急かしてダイヤシで、さあセットプレー続きで逃げる。さあダイヤシ、さあ裏から繋げて、さあそこから100機おっと投げだったのか使ってしまう。さあ、ダイヤシ、昇竜拳。さあ、今度はコッパ中間と、今度には行かず、行き続きをガードして、さあ、攻めを継続。そう、続くのゲージを全部入っている本が、これはちょっとしんどい。さあ、大内投げ、入って。さあ、そこからは、行き続き、と、それを後で拒否る。さあ、キャッター落とし、扱ったところに昇竜、だが、これしきれない。さあ、ウルコンでとりあえず逃げる。さあ、ガンツー、ハード。さあ、シューティングゲームの始まりだ。さあ、ガンツーが当たって、ラウンドを取り返す、リュウジンさんの動き。さあ、最終ラウンド行ってみましょう。さあ、さあ、遠距離ライフが、そう、しっかり、鈴木。そのまま鳥が通らず、取るね。さあ今のところさあダメージはお互い5分ただ、ゴーキ側はホンダのワンコンボ食らうだけで一気に4割も減るというとてもひどい仕様。さあ勝利、スプリング勝利、EX 続きで逃げる。さあ今のところ玉竹が全て EX 続きに、使っている THR さんのホンダ。それに対してゴーキ側はさあ制限ができるように現在一応残しているが、なんと一度ないかダメージが逆転、初巻き。さあ、ダイヤス締めからのセットプレーは、と、100回落とし、ガードできず。さあ、5波動です。そこに100キロ使って、初巻き、昇竜拳。さあ、まだわからないといったところで、着地したところに EX 続きが当たり、優勝したのは TH。